松潤さん、速稼塾の久保です。グランドピアノっていうキーワードが出たんで、私もね、人生初なんですけども、グランドピアノの価格ってどのぐらいなのかなってことを調べてみることにしました。本当でしたらグランドピアノのピアノのいろんな部品があるじゃないですか。あと調律するためのメンテナンス費用とかね、こういったものを一覧にしたりとかして、いや、ピアノ関係って儲かるのかなとかね、ピアノの経費ってどのぐらいかかるのかなと、ピアノのプレイヤーが一人育つのにどのぐらいのお金が必要でしょうかみたいなことをね、ちょっとやってみたかったんですけども、いろいろ企画は思いつくんですけども、私はピアノのことがよくわかりませんので、やっぱりあくまでもね、お金という面でピアノを見てみることにしました。まあ、ちょっと画面を切り替えてみましょう。多分松潤さんもね、ご存知なことがあると思いますけども、改めてびっくりします。どうぞ。はい、これね、グランドピアノの中古価格なんですけども、中古品で396万円っていうのが一番右に出てますよね。で、次がちょっと安くて297万円っていうのが出てます。次が99万ですね。はい、失礼しました。これだと100万円しないんで、まあなんとか買えるかなっていうところですけど、今度ね、これがどうですかね、137万5千円とかね、100飛んで5万円とかね、まだまだありますね、こういうふうにぐるっと、すごいですね。ということでね、今度はね、グランドピアノの新品見てみましょうか。これ新品ですね。99万78000円が電子ピアノですね。で、これが137万5千円とかね。まあ、様々あるということでございます。で、グランドピアノのちょっとサジェストでですね、値段高いってのがありますんで、どのぐらい高いんだと。はあ、やっぱすごいですね。これいくらですか、これ。え？110万じゃない、1100万ですね、これ。え、2600万ですよ、これ。2612万5000円。間違いないですよね。2600万ですよ、これ。何なんですか、これ。このピアノの価格。あ、これなんか拡張高そうですよね。税込みで、税金が300万ぐらいしますよ。2612万5000円です。もうね、桁が読みにくいです。どうですか、このピアノ。2600万。私、レクサスを最近ね、買おうかなと思ってますけど、レクサスでもね、1700万から800万ですから、レクサスより高いというね。家建てるんですかって感じですよね。しかも、このピアノを置くためのスペースっていうのも必要だと思いますので、うわぁ、すごいですね。ヤマハって書いてますよ。1887年から1987年って書いてます。何の意味があるんでしょうか。あ、鍵盤が象牙なんだ。これは高そうだ。象牙の麻雀牌も高いですからね。うわー、あ、これなんか純和風みたいな感じで、うん、三味線みたいな柄だな。これがだから5000符なのかな、6000符ですね。うわー、光沢がすごい。わあ、すごいですね。ピカピカしてますね。黄金ですね。これは高そうだ。奥行き。ね、この調律師さんが、私がお手伝いしますみたいな感じで、フリーダイヤルやってくれてますね。はあ、すごい。この天板っていうんですか？ピアノの蓋のところも、すごい鮮やかですね。琴みたいですね、でもね。おぉ、映ってる。わあ。すごいなぁ。いや、ということでね、ピアノっていくらだったのかなって考えたことなかったんですけども、いや、すごいですね。2600万、700万するんですよ。で、100万円以下で買えたらピアノは、グランドピアノは、まあ安いなって感じですけども、買ったところでどこに置くんですかって感じですよ。いや、我が家にもね、ピアノを置くところはないです。2階に大きな部屋はあるんですけども、2階にピアノが入んないんですよ。入り口が。もう本当分解しないといけない。2階までクレーンで吊るかね。まあ、クレーンで吊っても入んないですね。ガラス戸を外したないと入んないかな。いや、すごいですね、やっぱりね。だからピアノ、グランドピアノを設置する家っていうのは、それなりのお屋敷で、富裕層で、金持ちで、で、まあ、2000万、3000万のピアノを買っても、家計が揺らぐことはないみたいなね。それこそ分割で買おうなんて思わない人じゃないかなと思うんですよ。すごいなぁ。ということでね、高いものが今日は目に入ってきました。もうちょっとリーズナブルにできないですかね。これだから個人で買うのは無理なんで、なんかね、学校とか法人とか、なんか公会堂とかね、あんなところになるんでしょうね、きっとね。いやー、すごい。
思わずため息が出てしまいました。じゃあ本日は以上です。